吉田原林業法人会宮崎文田幹事。はい。
なんとそれが39年が東京オリンピックが勝ち年です。そのあとに今、あくる年に4月に入社したんですが、なんと今思い出してですね、東京オリンピック前の1年、昭和39年、あの時の私は感動が大きいんですね。さあ最後のポイントは金メダルポイントです。ダーンってやって金メダル、ダイナス監督が10年バーッと浮いたんですよね。あの女性が終わらなかった。でもそれぐらいやってた方も感動したが、見ていた私も感動しました。それはよその家のテレビで感動しましたね。なかったんですよ、テレビがね。でもすっごい感動したんです。そしてその後ダイナス監督と広島の天津合同で握手をしました。参議院選挙に出られるので、広島を公園に来られたんですね。その時に会いに行ったというか、まあ、見に行ったわけですよね。まあ、感動しとったから。で、もう一つ感動したのは、握手させてもらったんですが、その時にびっくりしました。なんと大松さんの手はものすごい柔らかい。うちの女房より柔らかかった。そんな鍛えた男、中国まで行って、長田とか、まあ、鍛えたという、まあ、もちろん地方開発からもガンガン鍛えた、その手はものすごい柔らかかったです。それから、今日の会長の話なんですが、それから愛を感じましたね、この手で。いやー、握手取ります。すごい、一発で入れましたね。ちょっと見せます。そして5、6年ぐらい経った時に課長が、宮崎君、身を知れ転勤してくれ、僕は広島に行くのに広島にやってたら身を知り帰れと思って、いや2、3年したんだよ、ああいうような形で帰ってきました。その時は帰ってくる、まあ、気持ちもなかったね。でも家に母がおりましたから、まあ、母の面倒を見れるという前の声もあったんですが、末っ子でしたから、もちろん私は家継ぐような位置じゃなかったんですが、でもそれから変わったんです。何があった？それは、刑法レクリエーション協会の和田義晴とか田中和弘に出会ってですね、やりだしたね。宮崎君、ちょっと広島に行けば、ちょっと役職上がるし、どうかねって言ってくれたんですが、僕は即座に断りました。その時、理由は、私は母を見るために帰ってるんです。行かれません。言ったら、通用したんです、その頃は。会社、もう宮崎そうからしょうがないな。まあ、出世だけなめるなんじゃないんですが、まあ、そんな感じでした。でも、このレクリエーションの出会いによって、私は、母もちろん見たかったんですが、仲間がいるから行きたくなくなったんです、もう。都会に出るこの田舎というか、まあ、このみんなの中でやりたい。それは県北レクリエーション協会が50年続いたんですね。昨年50周年やりましたが、私が45年ぐらいかかってました。事務局長30年だったから、で毎月1回研修をやるんです。それも多い時は70人か80人来るんです。広島から、いや全国から、北海道から、石川県から、うちの県北レクリエーション協会に研修に来るんですね。ですからね、ものすごいやる気が上がるんです。和田義晴、田中和弘、宮崎君、この3倍看板、そして広島から和田義晴と唐津幸子で女性のリーダーが来て、ガンガンやるんです。なぜそんなの持ったか。レクリエーションはもちろん、歌、ゲーム、ダンス、これを3種の人気と言われましたが、それでなくて、県北レクリエーション協会は、なぜ来たか、それは感動がある場所だったんです。だから、海道から石川県から、毎月通ってくる人もいましたからね。それは、もう一つは、人生とは何かを教える会だったんですね、小学校が。だから私もそこに取り組んだって、もう都会行かずに、もう身を捨てておりたいと思って、それから45年ぐらい、毎月1回研修なんかやってきました。そしてそれ13年経った時に、ここに書いてある、数を逆手に取る会が発開したんです。これはいろんな人の力なんですが、一つは、レクリエーション協会やってた力、よそにない、オンリーワンの持ち味があったから、よその町づくり研究グループで人は違ってた。だから、一気に全国ネットになったんですね。一番多い時は北海道から沖縄まで500人ぐらい帰ってきました。だん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 今は80人ぐらいです。減ってきましたが、まあ、病気があるんですが、それで
その事務局長をやって、あと代表を13年やって、今、副会長、今会長は、有給司会、熊原保さんというのが会長をやっております。そしてその、もう一つこれあるのが、これは、まあ、坂手塾の会報です。と言いながら坂手塾は吉田さんが亡くなってから、ちょっと活動が止まったもんですからね、まあ、ここで持っていくと言うんで、私が、じゃあ、今年1年は会報出すのを編集するから、ルール出そうやときで、これを第1回出して、今3回ぐらい出しております。そして、いよいよレクリエーションの世界と活動の世界が面白くなって、私はついにサラリーマンを41歳で卒業することになりました。もう田舎でね、会社もまあ卒業するときにですね、会社がですね、1年ぐらい前だったかな、目標立てました。会社は1000億円受注したらやるなと言って、ガンガンに従業員とか、まあ僕らも仕事を取ることを最優先、何やっても取れって、まあ、何原価割ったり取れ、もう取りまくって1000億なんか自分をしたんですが、まあ、その時はまあ、目標設定というか、まあ、結構力を発揮したなったなと思いました。でもその会社を卒業しました。それからまあ卒業する時は一応悩みましたね。まあ、女房の入り行ったんですが、まあ、女房は楽天的なんですが、大変なんですが、先の将来設計なかったらいいよなんて簡単に言ったんですが、ただ母親にはなかなか言えなかったです。半年後かかりましたね。泣けるだろうなと思ってね、せっかくサラリーマンやって何をするんだと言って、はっきりしたことが分からないからね、まあそんなことがあって、でもそれからフリーになりましたから、まあ今までサラリーマンのストレスはなくなりました。まあ他にもストレスはまた次々出てくるんですが、でもなんか生きがいというものが先行しましてね、まあやることは感動が大きかったものですから、なんかそのストレスを吹っ飛ばすだけの力があったんだろうと思うんですね。そしてなんとですね、この頃は良かったんですね。国を町づくりをそう人づくりでしょうと言って国全体が並んでましたから、まあ、公園の話がよくあったんです。ですから北海道へね、なんと5、60回行ったんですね。北海道1回の公園行ってすぐ帰ってくるのにね、ギャラよりはいろいろ高くあるのに、いかに止めながら商工会議所なんかなかったんですよね、呼んでくれましたが、でもそれでずっとやって、北海道から沖縄まで県は全部ありましたね。まあ、3200町があったんですけど、まあ、それは総合はしなかったですが、まあ、県は来ました。そんな感じであちこちに仲間ができて、70越した時に住吉会長のお兄さんの海平さんと、じゃあ昔の友を訪ねようというのと、ことも一つありましたね。で、まあ、お兄さんがハーレーで僕が車で行くという、まあ、高齢者を輝かす日本を作ろうというんでね、頑張っていったんですね。高齢者というのはこれです。今なんとブログでですね、高齢者になる秘訣というのをブログで動画で出したんですがね、結構いい位置に載ってますね。そんな感じで言ってもらえば、宮崎豊ブログで出してもらったら出ると思います。そんなことで、これいくと2008年、その県北レクリエーション協会と仮想坂手の登録会坂手塾のノウハウ2つを持って、私は抱きしめて貝塚の実行委員長になって、貝塚湖周囲で30キロあるんですが、その3万人集めて手をつないで貝塚湖の地域を元気にして、まあ、その町を輝かそうというんでやりました。会長にもお世話になりました。この日本人会の第10回でしたかね、来てもらって盛り上げてもらってね、まああれは今のところ最後になったんですが、やりました。そして2014年に NPO 法人百科クラブ企画委員長を就任、今副理事長ですが、今コロナでちょっと
まあ、ってことがあるんですが、まあ、それも活動は会長さんが頑張って今山を開拓されていますので、進んでおります。そして2019年ニューショーライブ老人会に入会して現在があります。あと何分かな、よし、じゃあこれいきます。このデジメの方向を省いてください。これいきます。ここは感動創出方程式、感動力はコミュニケーションを応援すると書いてます。感動創出者は人の期待に関係がある。もう一つ、幸せとはというのは何でしょうか。まあ、今のルークで言ってた人は決めたら取った時のあの幸せそうな顔はまあないわけですが、幸せとは期待が満たされることを言います。金メダル取ろうと期待していた人はそれを取ったら幸せでしょうね。では幸せとは何か。不思議なことに明快な答えが返ってこない。皆さんどうですか、ありますか。言い切れますか、一言、何かパッということを言うと決まるんですがね。私は幸せとは期待が満たされることだと考えている。大きな期待が満たされればほのぼのと幸せを味わう。大きな期待が叶えられれば大きな喜びに包まれる。さて、ここです、質問です。あなたの会社に未来があるかどうかはお客様の期待にどう応えるかが勝っているのです。あなたの会社は期待されていますの、何か期待がないと答えることもできませんが、じゃあその期待は何か、それを掴んでおるかどうかです。ないと答えようないからね。何を期待しているのかと。あなたはお客さんからどんな期待されているのか、あなたはお客様の期待にどう答えているのか、現状今何を答えているのかと答えているね。もちろん人事法人会の何をみんなが期待しているのか、それぞれ違うでしょう。でそれを深く掘って、それを掴んで出す次期会長に期待されているわけでございますね。そして感動創出方程式というのがあってですね、これがなかなか実に面白いんですが、満足と不満足と見なさい。上から3つ目が、期待と実感がイコールの場合は満足の世界です。期待と実感がもし 1% でも下がったら人は不満の世界になる。 1% ですよ。 99% になったら、期待が実感 99% 下がったら不満になるんです。そして逆に 1% プラスになったら感動の世界に入るんです。期待と実感の関係でプラス 1% の差を出せばいいのです。これが非常に面白い方程式ですよね。もちろん期待から実感がどん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 増えていくと、期待が実感を2倍になると感激の世界になります。そして期待と実感がまだ実感が増えると感謝、まだ増えると祝福の世界に入るというんですが、まあ感動は 1% の違いにあって、これが非常に重要ですね。期待と実感がちょっとの差で物事は違います。そして今朝、昨日だったかな、オリンピック前に見て感動した言葉があります。今朝、女房を叩き起こしてくれました今頃寝てるのはこれです。わらさん、読みます。諦めない人間を打ち負かすことはできない。これでこの言葉に感動しましたね。もう年齢がやっぱり年を取るとなんか諦めていたんじゃないかな。いろんなものを、夢がたくさんあるのにどんどん諦めていた。それを今感じています。そして、まあ、感動にはですね、本を書くと感動します。これ今の坂手塾の解放の中にある本はこれです。
御言葉革命、永之助さんと2、30回いましたが、会った時のことをみんなで書きました。これが、原北レクリエーション農家40周年で、これは私が書きました。そして、感動、被爆剤研究所を起こした時に、教科書を作りました。これが感動被爆剤研究所、教科書です。そんな感じで、感動にはいろんな感動の仕方がありますが、じゃあ、あなたは、今、どんな感動を目指しているのか、いや、今、感動はあるのかないのか、感動なんて忘れたよ、昔の話よ、じゃないですね。感動、私は、感動が人生を大きく左右すると思っております。一番感動があったときは、やっぱり、40代かな、今考えてみると。40代の方が感動しまうんだったら、だんだん少なくなってます。でも、70歳、もう一度感動を今、呼び起こすためにはこんなことを今言いながら、自分にですね、感動がもっとあるじゃないかと。諦めない。これが一番、ダメなことだ。オリンピック金メダル取った人は、もうこれの連続だったんでしょうね。もうドラマが全部あります。そして今年のオリンピックの感動したのは、やっぱり逆転のドラマがあったフェンシングであり、卓球の混合ダブルスであったり、もう負けていても絶対ダメだなと思ったのは、あれよあれよあれ、大逆転。逆転するところにはドラマがありますね、逆転ドラマ。そこにやっぱり感動があります。オリンピックもいろんな感動が、あります。そしてこのことを今の諦めない人間は打ち負かすことができないというのは、これはオリンピックの開会式でも注目を集めた南太平洋の島国、トンガ代表の北タウファトワ選手、イリセウ親善大使も務め、貧困などに苦しむ子どもたちを支援するとね、これやっぱりその態度にやっぱりまた感動しますね。貧困、世界に今飢えて死んでいるかなります。もちろん戦争などでたくさんそんなものを、いや、世界のためだと諦めちゃいけない、子供を助けたの諦めなくて、やっぱりこれを支援していくという、この人のそのエネルギーというか、人間力というか、そこに感動をします。そして、オリンピックの逆転ドラマがあるときに、私は一つ、この林業人会の17条、一つ、合言葉というか、呪文というか、苦難は幸福のもん。苦しんだとき、困ったときに、苦難は幸福のもん。このことは、これを発することによって、何か逆転ドラマを起こすきっかけになると思っております。そして、この、苦難は幸福のもんのですね、は、狭き門であるとか。心がですね、大変なんですが、やっぱり苦難と苦悩は狭きもんなんですね。やはりそこを超えていくためには、やっぱり自分自身に、感動と心をより動かす、このためには、金取るためには、もう全勢力、全人生をかけているというようなもので、今、金メダルは取られていますが、じゃあ、私はあなた、そんな金メダルを取りに行くような、そんな燃えてるもの、そんな感動が今あなたの生活の中でどれだけあるかを問いたい。私にも問いたい。そして、74歳、この人生の最後のこの第4コーナーをまた最後いかにするかというのを今林業法人会に来ながら学びながら考えている、今日この頃であります。どうもご清聴ありがとうございました。連絡事項、吉宗八重事務長。